事業再生版タイガーファンディングではどうぞ失礼しますビジネスの再生を目指し再び立ち上がる志願者トラたちが その挑戦を迎え撃つまずはご経歴をどうぞ松崎宏康41歳住まいは千葉県最終学歴は専門学校卒現在の職業は株式会社キャンプ番長を代表しておりますえでは今回の希望金額と出資形態を教えてください投資で990万円あなたが思い描く未来の姿はキャンプ場を再生させコンテナハウス販売を加速させたい では、旧知の授業を再起せよ、リバイブ・ザ・ビジネスそれでは簡単な経歴からお願いしますはい岡山県に生まれまして、高校まで岡山にいましてその後、大阪の専門学校を卒業して関東にやってきました関東では造形の会社にいまして、そちらで3年ほど働きましてその後、不動産投資の営業を2年ほどしておりました でその後、えー、いろいろ転職をいたしまして最終的には、えー、リサイクルショップの大手の会社に入りましてそこで3年間勤めましてその後東京に出て独立いたしましたでその後、えー、リサイクルショップで独立したんですけどもそれも売却いたしまして、えー、千葉県にですねキャンプ場を作りました以上です簡単なプランを教えてください現在、えー キャンプ場がですねあまりお客様にですねあの周知できていない状況で厳しい状態でしてそちらをですね SNS 等を使って周知してキャンプ場をまず再生させその後にコンテナハウスの製作販売をしておりますのでそちらも加速させていきたいと思っております松崎さんははい独立したのはいつなんでしょうか、はい、2018年ですね2018年、はい えー、この時に最初にもうキャンプ場を作ったってこといこででですか失礼すかはないんですね、はい、最初に、えー、リサイクルショップを、えー、東京で作りまして、はい、そちらを、えー、3年ほどやりましてその後にあのにキャンプ場がです、ね、非常に人気だというところでリサイクルショップを売却いたしましてそのお金と倉庫、えー、からお金を借り入れまして、うん、千葉県の最初は、えー、旭市というところでキャンプ場を作りまして今2店舗目の匝瑳市。 を、えー、作って運営しているという状況です最初に作った朝日市のキャンプ場もまた売却しているわけですねおっしゃる通りですはい。結構売却売却を繰り返してますけれどもはい。これは新しい事業にお金を突っ込むために売ってはやりっていうのを繰り返しているはいそうです今現在で銀行借り入れはいくらぐらいありますか1700万あります、うん、で現在の直近のまあ、えー、年間の売上げってどのぐらいあるんでしょうか はい現在は8月の下旬にオープンして、ですね年間とはいかないんですけども、はい、月の売り上げが、えー、約50万円弱という形になりますえ前の朝日市のキャンプ場の時はどのぐらいあったんですか、えー、100万円ちょっとという感じですね、月で、年間で1200万弱ぐらいです。そしたら、年商よりも債務の方が大きいということで、よろしいでしょうかおっしゃるとおりです。な <laughs> あのこんな人ばかり来ましたね。事業再生。事業再生。一つの基準なんですよ。うん。年少より。借り入れの方が大きい。いや、基準じゃねえ。じゃ、まず、スタートは生活の苦しさをアピールしていただくところから。あの、だとね、あの事業再生版っぽくて嬉しいんですけど。なんか、あの、姿形が全然生活が苦しいようには見えないよ。 かなり裕福な暮らししてるように見えるんだけど。しかもラウンジにもいるよね。レトトラウンジ。はい、あのご挨拶したことあるんです。僕レトルト五千円とかあるじゃん。余裕あるじゃん。どこあります。あ、ラウンジであの一回だけご挨拶させてもらったこととあと本のサイン会で三年ぐらい。大丈夫ですか。はい。そんな前から。はい。え、大丈夫ですか。シャンパンとか開けてなかったですか。もうそんなお金。それは大丈夫です。そですか。シャンパン開けてたらもうこの時点でもうごめんなさいあ、もう。開けてない。開開けてないです。ちなみに大変なんですか。 そうですね。もうあと三ヶ月ぐらいでキャッシュアウト予定。いいね。という感じです。いいね、はい。<laughs> いいね。あと三ヶ月。はい。今日出なかったら、どうするの。今日出なければ、あの財産を、こう。どんどん現金化していって。ってことは、はい、財産あるんなら、まだ。あ、まあ。 車とかですけども、何乗ってるんですか車？あ、車はあの今日乗ってきたんですけど、あのキャラバンというハイエースのようなハイエース。およかった仕事の車ですね。じゃそこまでスーパー高い車ではない。おいいね、よかった。これベンツとか言ったらね、余裕あるじゃないかとなるから。他になんか資産はあるんですか？資産と言えるものは特にはないんですけども、なんか一軒家とか住んでんじゃないの？持ち家だったら住んでないの？いや、あのマンション。 五階建てのマンションに住んでおります。賃貸ですか。賃貸です。はい、高い時計とかつけてない。大丈夫?。何もないです。OK です。事業再生です。OK です。まあね、やっぱあの、ちょっとあの、いろいろ。ねほりはほり聞かえるようで。申し訳ないかもしれないんだけど。やっぱり事業再生版なんで。ご自身の今のね、状態っていろいろ聞きたいと思うので。ご家族の構成とかも教えてください。妻、一人と娘が二人います。

月に五十万ぐらいの売り上げだったら、なかなかに役員報酬も取れない状態。あゼロです。はい。ゼロ。はい。役員報酬がゼロの状態はどのぐらい続いてるんですか。えっと、九月にですね、会社設立いたしまして、<あ>そこからはゼロですね。あ、九月に会社を設立したばっかり。はい、要は売却して、それをもとにして、新たなキャンピング施設を作って。はい、で、ほぼすてんてんになったんですか、もう。そうですね、あのー。 事業に月積み込みすぎてしまいまして、はい、で予定では毎月100万円ぐらい入ってくる予定で作ったんですけども、はい、8月下旬にオープンしまして、はい、あの1ヶ月間お客さんが予約入らないという。それは前のところは月に100万ぐらい入ってたのが、はい、今回新しく。 作ったところに限って、はい、そうやってお客が急に入らなくなった理由ってなんか自分なんかで分析できてるんですかはいあの、まあ、大きく3つほどあるんですけども、はい、まずはあの一つが、えー、普通のキャンプ場ではなくてバイ,カーバイクに乗ってる方メインのキャンプ場を作ってしまいまして、はいえー、作るまでは気づかなかったんですけども車よりもあの天候に左右されやすいバイクの方が。うんうん あそれはびっくりだね <laughs> 気づかなかったねバイクだと雨辛いよねよく考えたらね気づくのがあれましてはい俺、はい、びっくりだで,、はい、であともう一つがですね、うん、いろんなキャンプ場に僕も行くことはあるんですけどもあのその時にですねいろいろこうプランがありまして結構難しいんですね行くたんびにあのプランが変わったりとか金額が変わったりとか入って何かこう施設を使うとお金取られたりとかっていうのがあったのではい、はい オールイン、えー、<ー>もう一料料金、金個にしたんですま、ね、薪も使い放題、えー、飲み物も飲み放題みたいな感じにしてしまってパッと見の料金が他のキャンプ場よりも高くなってしまいましてなるほどねでそれでスタートしてしまったものなので他のキャンプ場と見比べてできたばっかりで口コミも入っていない状態で一番高いなんかバイクをメインにしたキャンプ場が出てきてしまったっていう感じでそのバイクをメインにしたっていうのは何か他とどう違うんですか、はい はい、他のキャンプ場自体は基本的には家族をあのメインとしているところが多いので、はい、バイクをメインにした理由がありましてバイクに乗る人口自体が増えていてでバイクの売り上げ自体も上がっている状況なので,でキャンプブームっていうのがやっぱ続いている状態なので。 じゃあバイクとキャンプを掛け合わせたキャンプ場がないので、これを作れば独占だというふうにですね、あの考えまして。で、始めてしまいました。あそれはわかるんだけど、はい、だから何が違うんですか。あえっ、ー、とバイクをメインにしているっていうところですね。あだから。はい。なんな,な分からんから、はい、俺の言ってること。すず、もう一度。だ,だから、はい、普通のキャンプ場と。バイクを乗ってる人たち向けのキャンプ場で、実際何が違うんですか質問です。はい、えっ、ー、と。えー、大きくは違いないです。 ただあの違うところで挙げますとバイクって荷物が積めないので、うん、あの薪とか炭とかそういったものをあ,のあとは手ぶらプランでテントとかも全部準備しているというところが他とは違いますじゃあ逆にこれからバイクで失敗したって自分が思ってるなら、はい、普通のキャンプ場に変えていくことは可能だって意味ですかおっしゃるとりです。はい、可能ですなんかそもそも施策が間違ったんで、はい、これ変えていかないと再生できないですよね。はい 前回の集客元は何だったんですか？エアビとかいろいろあると思うんですけど、ナップと言われる。あのキャンプ場のまあ、大きい。あのキャンプ場のサイトがありまして。うん、あそこにもあのもちろん乗っけてはいるんですけど、昔はと言いますか？2年前にあの1番最初のキャンプ場を作ったんですけど、その時はそれに乗っけるだけで集客ができていたという状況です。うん、で、今回はそこにのもちろん載せてるけど、株式会社ネルフ代表稲葉氏。 メタ社交にインスタグラムチャットボットシステム iStep で SNS 業界を牽引令和の虎完全オールを機に知名度は上昇リリース1年で1000を超える企業への導入を実現するインスタ革命家が求めるバイルビジネスいかなる志願者に「いいね」を送るのか で今回そこにのもちろん載せてるけどそこで集計ができてない、はい、その理由としてはさっき挙げた点があるっていうことですかはいそれに加えてあの1年で千葉県内で100件以上キャンプ場ができてしまっておりまして <laughs> すごいすそんなできてるんだ、はい、で差別化という意味も込めてバイクをメインにしてしまったんですけどまあそれが握手に出てしまったと井口さんの公演が流行ってるからどこでもキャンプ場はやるかと思ったらあれ趣味ですからね井口さんのは、えー、厳しいんですね経営ってね そそもそもあのなんで前のキャンプ場を売った理由で言いますとあの2年間ほど経営したんですけども、えっと、そのうち半年ほどです、ね、僕経営から外れていまして任せた人間がちょっとうまくいかなくなうまくこう、まあ、簡単に言うと逃げられてしまいましてであのそこから引き継いでキャンプ場をもう一度建て直して最高収益を年間上げて もう1年やると多分、えー、売り上げ自体が続かないだろうなっていう予想ができたので高いうちに売ってしまおうというところで売却をしたとこれ今見てるんですけど5500円からって書いてあるんですけどこれが高いあえっ、ー、とこれはもうすでにあのここに来る前にですね安くしたんだはいあの少しでもとです、ね、はいビジネスの再起をかけた戦いに トラたちが目を光らせる序盤戦一体どう転がるえってことは今とりあえずアジャストし始めてて、はい、こっからお客さんも増えてくんだろうが、はい、金が持たなえっとそうですね3か月ちょうどもうキャンプ場は一番収益が下がる時期。 ね、厳しいのは現実ですはい、うん、なんかそんな感じじゃなかった気がするけどなん,かなんかちょっと何かンが違う新しいコンテナハウスを作るんじゃないの違うのそう,そ,うあそうですねまずはキャンプ場を再生させて、うん、でその上でコンテナハウスの制作にいきたいと思ってますじゃあ990万で一旦運転式になってそこからコンテナハウスになるの 運転資金にもなりますけどもあのコンテナハウスの製作というのもコンテナハウスなんですよね、今あるのもそうですキャンプ場にあるのもコンテナハウスに宿泊していただいてますあそれを990万で売ろうってことな<あ>の虎に一応、投資ということで1棟330万円であのそちらのオーナーになっていただいて、うん、そこから上がってくる収益の30%をお返しと。 また売却するときにあのコンテナに付いた、えー、金額、えー、とそれの30%もお返ししようと、うん、じゃあキャンプ番長さんっていうそのキャンプ場の、はい、まあ一口オーナーみたいになりませんかってことなんですねですはいはるはですか今8棟あります8個のうち3つを切り売りするというか、はい、僕たちのものにしてなんとかつなぐみたいなはい、はい、あと2頭作る予定なので、はいはあ、なんでまた作るのえ 簡単に言いますと、あのー、コンテナハウスがたくさんあると、その分宿泊できる数が増えるので売り上げが上がると。お前言う余暇入ってないのに。はい。ああえっ、ー、と <laughs> 入ってないんです。はい。入ってからでいいんじゃない？そうします。なん <laughs> だそれ。なん <laughs> だそれ。<laughs> どんな答えなん今の？だってねえ塾のねえ教室まだ生徒いっぱいになってるあとに教室作るんですみたいなおっしゃるとですね。はい。あのー、後にします。 だってここにはさ今が苦しくてお金回んないのにここからお金借りて660万ここに突っ込むっていうのがちょっと僕にはあんまり理解ができないんですけど今のものをたくさんお客さんを寄せて50万を100万とかそれ以上にするっていうことではないんですか えっと、これ理由がございまして、はいあの、まずこのお金でコンテナハウスの販売、製作販売もしているので、そちらでコンテナハウスを作って、でそれを売ることによって、まあ、自分の収益が出るので、そちらを運転資金という形に当てたいので、自分でケースにあくて、作ったら売るんだ、はいはい、コンテナハウスは作って売ります、売ることもしますし、レンタルで貸し出すこともしますしこれね、製作費用10棟で660万ということは、はい、1棟66万で作れるでしょ。はい それをいくらで売るの？これはだいたい百五十万ぐらいです。<ー>そして我々には三棟九百九十万らいなのですね。<laughs> あ、これ収益物件として考えていただければ。だ二つあるんですよね。ビジネスモデルとしてし、はい、収益物件キャンうんキャンプローム板町内の収益物件とあとはコンテナ 政策どっかに売るってことですね資金繰り苦しいしお客さんも来てないのにそれなのにこれが儲かるからって収益物件として普通だったらそこが回り始めてこんだけ月の利益が出てるから収益がこうですよっていうのはわかるけどまだ儲かってないでしょまだ儲かってないそれをさ、はい、原価の何倍もに売るってことねおっしゃる通りですはい うんまあ感じは悪いね株式会社イヤシープ代表林直宏学習塾で全国制覇年商100億円超えを実現次に仕掛けるのは極楽睡眠ヘッドスパイヤーシープフランチャイズチャンネルでさまざまな業態を支援積んだ金額は驚愕の2億円超え積む積む積む分資金とノウハウを授けるフランチャイズの王こ宵いも聞けるかサービスですよまあ感じは悪いね だってまだ未入居の収益向きだからレンタルルーム作りましたそれでまたお客さんいっぱい来ればこうなるんですよっていうその時の金額の3割上げますからっつって原価の何十倍もね原価が66万あるんでしょそれをいきなり56倍で売られるわけですよなんか一緒に経営してる感はないですよねその原価を負担してくれてそれで一緒にやっていきましょうとかじゃなくて先に理覚させるイメージですよ僕の印象としてはね え前回もそのモデルでやってたんですかあいええー、前回はこのモデルではやっていないですはいまだ唯一あるとすれば旭市でそのやってた経験があるから、はい、まあど素人が何の確証もなく始めてるわけじゃないよってことなんだよねはい全てデータは旭市の時のデータを元に算出させてや,やらせていただいてますなるほどがるぞとはい、なので少し待っていただければあのお返しできるはずだと思っておりますえ場所が悪かったとかはないんですか 場所はですねあの正直逆によくてですね海まで徒歩3分で行けまして、うん、あの高速道路からも1 2三3分で行けるところになっているので、うん、失敗としてはそのバイクを乗ってる人がターゲットっていうところが失敗要因ってことですよね、はい、つまり失敗要因は全部込みしたことでしょう多分 <laughs> まあそうですね <laughs> あと口コミがない状態で金額を上げてしまったっていうのが、うん、あのお客さん来なかった原因だと思います、はいうん まあ現時点で価格を下げたっていうのはまあ最近の話ですか。あ、もう本当に、はい。一週間。じゃあまだそれに対しての答えは出ないですもんね。<あ>もちろん。そうですね。ただ一つあの嬉しいことはえっ、ー、と年末年始でコンテナーコテージの方がですね埋まってきている状態でございます。それオンヒは高いんですか。はい。高いんですか。年末年始は。あ、そうですね。二人で三万円いかないぐらいです。 もう一度同じ話になっちゃうかもしれないんですけど最近レンタルルームの,、はい、あの志願者がいたんですよ。はい、でそれで結構会議室の予定が埋まってきたから、はい、月30万も借かりますよとだから年間360万も借かるから3年分でその物件を1000万で売ります、はい、そういうビジネスモデルだったんですよ。はい、でそれを埋まったらこんだけ儲かるからっていうことで あのいきなり3つで万ででで僕たち買わわされるわけじゃないですか、うんはい、でもそれって埋まったらであって、はい、その普通の一般的なメンタルルームは月30万儲かっっててますよってことで売るわけじゃん、はい、ここは今埋まってないのにそれを埋まった時の価格で売られてる気がしてるのそういう印象を受けてて、はい、990万出すのが悪いんじゃなくて、はい、なんかもっと違う費用だったり、はい、違うふに言ってくれればいいんだけど、はい、なんか埋まってる前に埋まったらこんだけ儲かるからって言われてるみたいな。 そんな気分がしてしまってすごくよくわかります。はい、あのわ、ー、<laughs> かりました。はい、あの <laughs> あのー、すごくよくわかりました。はい、その通りだってさ、合ってるってこと合ってる？合ってます。<laughs> いいね。一週もっていいじゃん <laughs> 素直に認めていいね。<laughs> いやだからね、この毛茸ジュマがなんか広告票になってなんか違うお金で同じリターンなでもいいのよ。はい、なんかけど印象がまあどっちにしろ同じなのかもしれないんだけどね。 はいうん、なんか、っていう印象だけど、正直に認めるところも好感度高いですちなみに販売するとしたら、なんか営業するなんかノウハウとか、どうやって販売しようとしてる考えとかかありますか、はいまあ、コンテナハウスに関しては、えー、と販売方法とまあメルカリとヤフオクに出品しておりまして、今まで何棟ぐらい、そういう売れたんですか、えと5棟ぐらい<う>、はい、販売しておりますそのコンテナハウスっていうのは、なんかグレードがあるんですか、その、ね はい、今まではですねお客様の言われた例えばあの雑貨屋にしたいですとかあのあの事務所にしたいとかっていう要望によってお客さんと相談しながら、えー、コンテナハウスをオリジナルで作っていってたんですけどもなので特にグレードというのはお客さんの提示された金額と要望をこちらで受け取ってやっておりましたで大体1つ売るとざっくりまあその数字的にはあ、まあ、100万近く利益が出ていた状態になります そこのビジネスに対して何か僕もこう関わらせてもらうとかっていうことは可能なんでしょうかはいできれば一緒によろしくお願いしますコンテナンスの仕入れとかっていうのはやっぱりリユースやられてるんで、はい、そういうルートがあるんですか安く買えるなんか多分新品は多分 SK 新宿歌舞伎町美容外科歯科オーナー佐藤一徳 自ら手術を行う中、医社の取締役を務めるマルチプレイヤー新宿歌舞伎町を舞台に美容外科、美容皮膚科、美容歯科を組み合わせた最新医療の導入ですごく綺麗、すごく可愛い,い,いを実現する事業最前線の M 志願者よ、ビジネスの立て直し、綺麗になる準備はできてるか。新、はい、品,品は多分六十六万じゃ無理じゃないですか。はい、<laughs> なんか想像できるのはゴミみたいなコンテナを買って綺麗にするっていうイメージなんですけどあってますか。すごく的確な、はい。 あのお答えだと思いますちょっとだけあのコンテナの話してもよろしいでしょうかあの私が作ってるコンテナが少しあの普通のコンテナハウスではなくてですね普通のコンテナハウスっていうものがあの海上コンテナっていわれるあの大きい船にこうコンテナがこう積んであって、えー、港に降ろす時に使うようなコンテナを使う場合が多いんですけど。 えっと私が使っているコンテナハウスっていうのコンテナはまあ大和のクール宅急便とか断熱材が入っているあの冷蔵冷凍車って言われるもの大きさ的にはほぼ同じぐらいなんですけどもそちらを使っているのでその海上コンテナって言われるものよりもだいぶ安く仕入れられるっていうのが違いとしてあります。なるほどでも普通にコンテナ売るよりこの一番最初の買い取り番長の事業の方がお金を作りやすそうに見えるんですけどそれはやらないんですかもう ええとですね、実はまだあの少しあの買取番長って言われるあのリサイクルショップの時のお客さんがまだつながっているお客さんがいらっしゃるので、うん、え中古品のセット販売とか海外留学生とかにこう部屋を埋めてあげたりとかっていうのは今でもあの B2B であの仕入れができるのでやらせてもらっております。でもそれはあんまり売り上げる伸び見込みはない。そうですね。あのまあいろいろ外国人の方が来なくなってしまったりとかっていう理由があったので、最近また少し話が来ているかなというぐらいな感じです。 そのコンテナなんですけど、はい、今後ずっと仕入れができるっていうパイプはあるんですかあはい今お付き合いしているところがございますので、はい、大丈夫です虎たちが追求するのは投資のリターン内容対する志願者は虎たちにどう答えを示す次回後半戦再起をかけた戦いの行方を。 見逃すな僕あのさっき一番最初に彼が言ったことですごい引っかかってることがあって。